はいきなり踊り出しちゃうぞ。せーの、アン。おはようございます。昨日ダンスの DVD 見てたらついてつやしちゃって、眠いけど元気だからなんくらないさ。うん、君たち、突然だが、実はリスコ君のユニット優遇小町が出るフェスに一枠空きができてね。いい機会だから君たちも参加してみてはどうかね。まあ彼女たちと互角に戦うにはまだ少し早いかもしれないが、結果がどう転ぼうともとにかくいい経験になるかと思ってね。そう来なくてはな。彼女たちの胸を借りるつもりで頑張りたまえ。フェスにプロデューサー殿のユニットも参加するってこと。なんですって？堂々と私たちに宣戦布告ってわけ？その顔で？聞きましたよ。たまたま空いた枠に飛び込みで登録したそうですね。そうね、確かにフェスはアイドルユニットにとって大チャンス。これに勝てばアイドルアカデミー大賞のノミネートにぐっと近づけますからね。でも、はっ、私たちに勝とうなんて100万年早いんだから。そういうこと。同じ事務所の仲間とはいえ手加減はしません。簡単に勝てるとは思わないでくださいね。なるほど、殊勝な心がけね。いいでしょう。それなら手加減だのなんだの言うのは失礼だわ。私たちも全力でお相手しますね、みんな。うんうん、アミ負けないからね。あと、さっき兄ちゃん胸を借りるとか言ってたけど、貸せない胸もあるからね。
お兄ちゃんのムネムネはアミが泣くとき専用だもん。あらあら、アミちゃんったら甘えん坊さんね。あ、イオリの胸ならちょぼいからまあ別にいいよ。ちょぼ？優に届かえてなんですって。ちょっとそこに直りなさい、アミ。うんうんうん、いいで言う。あ、かわ、取り消さないと絶対に許さないだから。二人ともいつも仲がいいわね。だから竜宮小町って大好きなのよ。ほら、アミもヨリもいい加減にしなさい。こんな公共の場で胸がどうとか騒がないの。うわー、りっちゃんが怒ったよ。鬼軍曹の通りっぽいよ。誰が鬼軍曹よ。こら、アミ待ちなさいってば。あらあら、リツコさん、アミちゃん、そっちは控室じゃないわよ。やだ、さ、そういう後どこに行くつもりなのよ。ねえねえ兄ちゃん、アミたちどんな感じだった？やはり手強そうですね。でも私たちも簡単に負けるわけには。よし、ここまで来たらやるしかない。自分たちの力を信じてぶつかっていくさ。どんなライバルだって負けない。
まだまだですね、プロデューサー殿。そんなことじゃアイドルアカデミー大賞なんて夢のまた夢ですよ。なんて、さすがにユニットとして先輩の私たちが今の時点で負けるわけにはいかなかったですけどね。ま、そんな簡単に追いつかれたら私の立つ手がありませんから。でも今日のそちらのパフォーマンス、正直驚きました。ええ、みんなのことは竜宮小町のメンバーと同様に以前からよく知っているつもりだったけど、3人ともすごく成長していて、昔とはまるで別人みたいだった。もちろんまだ荒削りではあるけどね。やっぱりあなたはただものじゃないみたいですね、プロデューサー殿。あら、ご謙遜。その才能を見抜いていたのはどこの誰かって話ですよ。ま、いいんですけど。とにかく今後もお互いに悔いの残らない戦いをしていきましょう。次の挑戦楽しみにしてます。いつでもどうぞ。それじゃ。みんなごめん、自分が悪いんだ。自分がもっと頑張ってたらこんなことには。私も自分の甘さを痛感しました。もう少し成長できているつもりでしたが。無様だな。あまりに未熟で笑いを誘うほどだ。弱小ナムコプロの秘蔵っ子だというから、わざわざ足を運んでみれば。まさか竜宮小町ごときにすら勝てないとは、とんだ無駄足だったよ。のんのんのん、それがこの私に名前を聞く態度なのか。おっと、所詮は吐きだめのナムコプロ、知性や品性を期待する方が間違いだったかね。ウィ、ようやく気づいたか。そう、私こそが世界で最も優秀でセレブでエレガントなプロダクション、黒いプロを率いる社長の黒いだ。以後忘れてくれたまえ。何度も同じことを言わせるな。ナムコプロごときに記憶されていると思うと虫図が走るのだよ。とにかく今日のフェスで貴様たちが実力不足で全く私の敵ではないことがよーくわかった。やはり今年のアイドルアカデミー大賞は私たち黒いプロのものだな。ではナムコプロの諸君、竜宮小町と共に底辺同士でせいぜい頑張りたまえ。時間がもったいないので私はこれで失礼するよ。アデュしょ君、お疲れ様。今日は残念だったね。ま、あまり気を落とさないでくれたまえ。
さて、そろそろ全国ランキングのコーナー、ドットップ TV が始まるぞ。ないけどさ、リツコや黒井社長の言ってたことって全く的外れってこともないよね。アイドルアカデミー大賞への道のりはまだまだ遠そうですね。私たちが思っていたよりずっと。うんうん、みんなそういうこと言わないでよ。ねえプロデューサー、自分たちって実は何にも分かってないアマちゃんユニットだったのかな。自分正直に言うともう完璧かもって思ってたんだ。でもこんなレベルじゃ全然ダメなんだね。こっちは出口じゃなくてトイレだ。あっちが出口だな。一人になって気持ち整理してきます。んじゃ兄ちゃん、またね。今日は残念だったね。しかし何も落ち込むことはないんだよ。言ってはなんだが、現段階での実力差を考えればこれは順当な結果なのだからね。どうもそのようだね。実力差が狭まっていることには気づかなかったのかな。ならばいっそのことユニットのリーダーを変えてみてはどうかね。みんなの間の空気を変えたいならそういう手もあるということだよ。まあ判断は君に任せるからゆっくり考えたまえ。それじゃ私は先に失礼するよ。